努力すれば報われる？そうじゃないだろう。報われるまで努力するんだ。どうも、リオネル・メッシです。王のようにここにやってきて、レジェンドとしてここを去ることになる。どうも、イブラヒモビッチです。どうも。ということで、やってまいりました、はい、チャンピオンズリーグ2戦目です。やって、今日はですね、バーゼル対マンチェスターシティということで、この対戦をやっていきたいと思います。はい、じゃあ選んでいきます。まあ、もちろんね、僕がマンチェスターシティを使うんですよ。そうですね、はい、ちょっとバーゼルね、弱すぎるんですよね。能力3対、4.5 で、本日は7分で、お、でもユニフォーム完璧ですからね。誰ですか、もうもう、わけわかんない。これ勝てるわけないでしょ。あー、いい俺が一番好きな選手。あ、でもトップ強いやつ。マンシーはやっぱりね、デブライネって選手がね、はいはい、デブライネ聞いたことある。ベルギー代表でプレミアで一番って選手。おー、いいじゃないですか。僕はね、やっぱりこのトップ、ファン・ウルフス・スフィンケルですね。知らない。じゃあこのメンバーでいきます。サネいいね、スターリング、あー、いい、ギブバン、デプライネ、ダビデシルバ、オッケー、完璧。いきまーす。ユニフォーム大丈夫だね。なんかマンチェスターシティ真っ黒でしたっけ。あんなだっけ、ユニフォーム。あ、ウェイ、あんなだっけ。ちょっとあの、プレミアのユニフォーム取得してないんで。あー、しょうがないね、あんなんダサいけど。まあ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 、戦っていきましょう。はい、バーゼルでこいつをチンチンにやっちゃいますよ。皆さん、マンシー使ってるからね、こっち。本日の試合は、俺だいぶジャイアントキリングやな、勝ったら。ザントヤコブパルクよりお届けしてまいります。解説は北沢さん、実況はユニオンかっこいいよね、バーゼル。北沢さん、よろしくお願いします。柿谷がいたチームだね。あ、そう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 、よう知ってんな。まずファーストハーフ見ていきましょう。スイスのチーム、ね、FC バーゼル対マンチェスター。エセセレストファンだったから俺。まあおそらく予想してるとさらに1枚2枚相手は全然ファンではないますからね。まあメンバーなんか人は好きやって、今日は必要でしょうね。結構大事なのはいくら荻原とかさ、なんか渋いんだよね。香川も出し若いし。さあ早くもチャンスか、バーゼル。ここはクロス来た。うおお、ちょっと待って、危ねえ。そうですね、よく決めましたよね。やばいね今の。バーゼル決定的なチャンスを収めることができませんでした。ズラへ届くか、やばい、バッテリー残量が。まあやっていきましょう。飛び出しがちょっと早かったようです。いや、本当ディフェンスラインギリギリですよね。いきなりのチャンス、バーゼル意外と使えるぞこれ。はい、ですがやっぱりこのね、フィジカル面でいうとやっぱり劣るんですよね。帰ろうか。だからやっぱりこうフィジカルがあんまり関係ない部分でボール回しをして相手の底を突きたいという、こういうことですよね。ちょっと待って待って、はい、こういうことなんですよ。あれおかしいぞ、全然なんか強いぞ。大きく縦へ。あんまり舐めてると痛い目合いますよ。スターリング出ましたね。はい、おっと、これはやばい、ゴール。今うまい、今のカウンター見た、うますぎない。うわ、アグエロ、やっぱり。さあまずは先制、素晴らしいシュートが決まりましたね。今のさ、すごくない。いや、今のはね、無理だわ。そうですね、しっかり合わせた、いいプレーシュートでしたね。いくら最強と言われるバーゼルでも無理やわ。最強ですか。ですがすぐに、あーっと、ここはやっぱりね、決定力が少ないな。ちょっとね、誰だっけ持ってる時にね、ユニフォームはかっこいい。大好き。なるほど、おしゃれやな、ユニフォーム。色合いがいい。ユニフォームだけ強い。だけとか言ってるとお前殺されるぞ。すみません、ファンの皆さん。お、これは先輩か。マンガラから縦へ、ノット先輩。あ、ちょっと待って待って待って、おー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 、ちょっと待って、見づらくない、ボールまた落ち着こう。あ、そうだね、戻る。なんでこのボールなんでしょう。赤ボールすげー見づらいんだよ。ドルーズボール。いや、俺はもうカウンターで決めてくから。攻め込まして、あざおか。あーっと、ここは攻め込まして、カウンターで殺していく。さあ、この
バーゼル一人も人は知らないんで全然あの実況ができない。しましたよ。サッカー詳しい人だったら誰でも分かるんだろうな。バーゼル知らないな。いや精一杯でしたね。ちょっと待って待って、マジでやばいよ。ポゼッションはね勝ってるんですけどね。防戦一方、なかなかやっぱりカウンターでやられるケースがあるんでちょっと怖いですね。ある程度リスクを出して同点を狙いに行くのか、まあこの時間帯はそこの意識をはっきりさせないといけないですね。裏意識しないといかれるよこれ。プランも変わってきますからね。はい、はい、何をしてんだ君は。ちょっと肩が凝ってきた。いやー1点先生ちょっと切ってない。スターリング快速ですよ。足速いんです。ここはねそうカットします。デプライン、アグエロからスターリングからデプライネ、デプライネ、はい、サンキュー。あ今もう一歩もう、あさあ前半は1対0、マンチェスターシーの素晴らしいアグエロのシュートで1点を先制しました。パスが良かった、マジで。さあここから巻き返したいところ、バーゼルそれほど悪い前半ではなかったんですけど、はい、柿谷いたらな、使いたかったな。後半はわずかな、今セレッソだっけ、戻りましたね。狙っていくような形になると思いますね。なるほど、待って待って待って、それでは続けて試合を楽しみます。まあひどい、スライド。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。後半の入り方が面白いフォーメーションだな。基本的に言ってしまえば点を取れないけど取りに行かなければいけない。非常にその辺のねバランスをどういうふうに崩していくかってことが一番強力なツボみたいな、この辺が重要になってきますよね。なるほど、ツボ型のフォーメーション、スリーパックな。スリーの真ん中5、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 
ゴール決めたのは誰だ。またやられた。素晴らしい。前回の試合本当前回と変わらない、変わんないぐらいの苦手だな、ああいうタイプ。一本抜け出したソケでのゴール、見事なタイミングでした。これはまさかまたの PK になるのか。いいからね。前回の動画を見てくれてる人は分かるでしょう。 PK になりました。この前のトッテナム対ユベントス。おお、今すごくない？このパス誰？一旦仕切り直しですね。はい、戦場は5分。さあ、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、ちょっと展開読めなくなってきましたね。バーゼルがこのジャイアントキリングを起こしてくれるのか。サイドが空いている。中が空いている。これはファール。これはペナルティエリアの中か。ノットペナルティ、ノットペナルティ、絶対ペナルティエリアの中か。絶対ガイだった。前回となんかまた一瞬変わんない感じだって。あのまま打たれるのさすがにないよ、形でしょ。ここですが、まだチャンスが、ここガードしてガード、チャンスがある。やばい、前回と全く一緒か。となると僕が勝つんだな。いや、さすがに今回はそんなことはないか。おっと、これは中に切り込む。やばい、ちょっとミートが足りないというシュートでした。間違え、やばいやばいやばい、これやってる、これはやってるぞ。シュート少ないので、そういった意味もあるでしょうね。いいですよね。さあ、どうなっていくんでしょうか。今のパス何して打っていきました。アグエロ、これはチャンス。このスルーパスは通りません。アグエロサイドを縦に走らせます。コース開いた。どうだ、サネ危ない、からの、うわっ、スーパーゴール、アグエロ。2点目も素晴らしいシュートでした。なんだ今の、今の見た、ヒール、一歩リードです。はい、サネが切り込んでいく。切り込んで、そしてこれを、え、何で背中、無理やろ。ヒールで、かーヒールか。さすがアグエロ、今のすごくない？マジですげえ、見たことない、あんなショート。うわ、もうタイトル決まりましたね。スーパーゴールすぎだよ。アグエロのスーパーゴール連発。連発じゃないですけど、えぐい。さっきのシュートもすごかったんですが、それ以上のシュートを放っていきました、アグエロ。なんかお客さんを楽しませるようなシュートですよね。素晴らしいエンターテイナー。すごくない、あんなの。現実でも見たことないわ。あれはすげえ。あの位置からヒールで入ることあるの？
なんか今順調にバーゼルが負けててくれて嬉しいですよ。まあ順当だよね。81分やばい、このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもね。ジャイアントキリング起こせ、 PK 持ってけ。あーもうさあチャンスまだあるぞ。いや今のさまだあるぞ、今のよくないかさ。いいとこまで行ったんですけどもね。おっと時間かけるのか、こんなチームで時間かけるのかお前は。すぐそういうことをするな。時間稼ぎ大事やっぱり。シルバーさあ、はい、ウロワサネ一人で上がっていく。サイド攻撃が多いです、ね、ウロワサネからダニーロ。さあボールはルロワサネ、いい形じゃないですか。中上げる、攻めていきたい。あーだ、はいはい、危ない。惜しい、これは今のは惜しかったわ。あーっとここで試合終了。そういうことです、そういうことでしたよ。まあまあ現実にもありそうだね、このありそうですね、うん、結果的にはアグエルの2ゴールのスーパープレーが飛び出し2点目のさあれはえぐい、えぐい。1点目も結構すごかった。そうだね、そう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 、だから連発でまさかのアグエル大活躍で、これはねさすがにちょっと負けましたね。チームじゃない、実力のさ、殺すぞプレーのさ、どうでもええわ。次はねボコボコにやってやりますんで見ててください。はい、なら面白かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。次回お会いしましょう。バイバイ、バイバイ。